リカルド・ランゲルはモザンビークのフォトジャーナリスト、カメラマン。彼が生まれたのはポルトガル領東アフリカのロレンソ・マルケスであった。彼の父はギリシャ人の商人であり、彼自身はヨーロッパ系と中国系の混ざったアフリカ人であった。幼少時はロレンソ・マルケスの郊外に広がる貧困地域にて、両親とは離れて祖父と共に暮らしていた。 2009年6月11日、モザンビークのマップトにて睡眠中に亡くなった。85歳だった。ABC、モザンビーク、カントリーズトップフォト、ジャーナリスト DS、ALLAFRICA.com。 http://allafrica.com ス t o r i e s リーズ 200906120679.html2009 年6月14日閲覧。ab リカルドラングル。 イーラミのドビータス。http コロンスラッシュスラッシュ www.iluminandovitas.org スラッシュページスラッシュリカルド html2009 年6月15日閲覧。ありがとうございます。